ヘイ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 、一月の14日、11時20分金曜日。はい、皆さん、えー、今朝ね、リップルとか XLM の動画上げましたけどね、えー、リップルニュース速報、XRP は証券でなく価格は30%急騰して0.56ドルになります。年末までに10ドルに達するでしょうか。ということで、えー、米地方裁判所のアナレサトレインジじゃ、リップルの XRP は証券ではないと公式に裁定することにより長年の法的紛争を締めくくりましたって書いてあるよ。この画期的な判決は SEC がデジタル資産規制に執行優先のアプローチを実施しているため暗号業界に広範囲にわたる影響を与える可能性があります。うん はいはいはい、えー、数年前から暗号業界をサスペンスさせてきた事件で米地方裁判所のアラストレース、えー、裁判官は本日リップルのエクサルペア証券ではないとの判決を下しました皆さん <laughs> おい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 このタイミングかよとねうん来たねついにえー、米国証券取引委員会 SEC は以前リップルのブラッドガーリングハウスとクリスチャン えー、ラーソンに対して、えー、XRP の証券としての地位をめぐった法的処置を取っていました、デジタルさんに対する SEC の申し立てを部分的に却下するという裁判所の決定は画期的な判決として役立つ可能性があります。部分的だってね、部分的に却下したって、SEC の申し立てを。ねう 推進は一貫して、XRP は証券であると主張していたため、リップルに対する法的処置につながりました。この長引く運送の影響は寛大になる、多大になる可能性があり、この判決により大きなターニングポイントに達しました。XRP がセキュリティであるという規制当局の証に対する判決は事件の顕著な変化を示しています。うーん。 さらに、あえず裁判官は、リップルによる XRP の基幹投資家向けの販売は、宣言に記載されているように有価証券であると裁定しました。うん、過去にやっていたこの販売については、有価証券であると裁定したって書いてありますね。この決定は、広範囲にわたる影響を与える可能性があり、暗号通貨の歴史において極めて重要な瞬間の主役立つ可能性があり、 ます SEC はこれまでデジタル資産規制に対する執行優先の方針に従っていましたこの判決はセクター全体のさまざまな資産に影響を与える可能性があります了解と市場は心配そうに評決を待っており今日の注目するべき、えー、司法処置である種の、えー、決解決に達したようです 評決の詳細については数時間以内に発表されます。学器的な評決について、暗号資産市場は即座に反応を見せました。法的な論争の中心にあるリップレの XRP は価値の大幅な増加を経験しました。XRP の価格が30%以上爆発し、 0.59ドルに達しました現在はね、うん、0.759ドルねうんそれ以上いっちゃったってことだねはいえー、どこまで読んだ、えー、裁判官の判決はゼルさに対する新たな自信を植え付けたようですこの急増は規制ニュースに対する市場の敏感さを浮き彫りにし暗号業界の将来の成長と安定性のための法的明確さの重要性を強調していますこの決の、えー 波及効果はセクター全体で確実に感じられますって書いてあります皆さんね、はああこれであれだな XRP また取り扱う取引所でも増えてくるってことだみんなねうんはいということで一部は認めて一部は認めないみたいなね感じの話みたいですねうんこれはちょっと読んでみようかここね ついでにはい、えー、少しだけ紹介しますけどね、えー、経済的現実を状況の全体性を考慮すると裁判所はリップルその他の配布物が提供及び販売を構成しないと結論づけるって書いてあるねうんまあここら辺は皆さん読みたい方は一時停止して読んでみてくださいねうんはいということで えー、SEC とリップルの裁判長かったけど決着ということです皆さんおめでとうございますこりゃまだ伸びるかいくのかねえちょっとうーんチャート見ようはい XRP 円建てさっきドル建て見たから円建て見るねうん104円だねみんな週末のビールはうまいぞこれでね <laughs> はい。ということで、まだこれ上行くのか行きそうっちゃ行きそうだけどな。うん。ボリンジャーバンドは結構限界なところまで来てるんだけど、ここまで来るとまだ伸びす、伸びる時もあるからな。ね。うん。はい。ということで、皆さん、お疲れ様でした。ね。長い間。ね。XRP、まだまだこれから流動性増やして、ね。長期的に見たら、やっぱりね。うん。9ドル、行くだろう。う <laughs> まだ気が早いか。 ね、まあ楽しみじゃないですか、皆さん。ね、はいということで、えー、さっき上げた動画、コメントたくさんいただきましたけど、ありがとうございました、皆さん。ねはい、それでは良い週末をお過ごしください。失礼します